ジューシーな肉料理。注文は以上だな。二度とこの店に立ち入らないと誓え。あんたの舌を満足させる品を出せたらな。しました。お題はジューシーな肉料理よ。ろくな食材もなしに一体何を。するよ。これはジャガイモ。明日の朝飯用の厚切りベーコンを巻いたなんちゃってローストポークだ。喜んでうちの店のとっておきを出してやるよ。お待ちよ、なきり試験官殿。卵は和洋中あらゆるジャンルの基本となる食材。日々様々な高級卵料理を口にするエリナ様に対して一体どんな料理を。卵は溶いて使うようだけど完成形が全く見えてこないわね。とんだ時間の無駄だったわ。エリナ様。もちろんただのふりかけじゃねえよ。俺が作るのは化けるふりかけご飯だ。化けるふりかけですって。さあそろそろ上がりますよ。雪平相馬、この男一体どんな品を出すつもりなの。お待ちど。いや、やっぱりバカにしてる。本当にただのふりかけだ。所詮二流料理人の仕事ね。全く触手が動かないわ。神の舌とまで呼ばれる味覚を持つ私の食卓には贅と趣向を凝らした高級品だけが並ぶ。まさに美食の天上界。そこで生きてきた私にこんなものを出すなんて。試験はこれで終了です。エリナ様、この品の本当の姿はこれからなのに。どういう意味かしら。卵の陰に何か。まあ見てなよ。ふりかけの進化は白米の上でこそでしょ。さて仕上げだ。you
飯の熱で溶けて、溶けると同時に卵が次々とコーティングされていく。この香りは鶏、じっくり煮込まれた鶏肉のまろやかな香りが立ち上ってくる。これが化けるふりかけご飯。あの先生はなかなかいいこと言うね。俺らは学生である前に料理人なんだよな。料理は何が何でも出す。手伝え。はい。はい。塩と胡椒とブーケガルニ。はよ。あの大口叩いた編入生、なんか必死でやってるな。まあ何やったっていい確定だろ。だな。評価 A。 よっさ、次の組。そろそろどの組も仕上がる頃か。俺らもあとはソースだけだ。さっさと次審査お願いします。お上がりよ。まさか。柔らかい。フォークが弾むようだ。セネルベイ。ショベル先生がもらった。雪平田所ペア、評価 A を与えよう。ただ私が A より上を与える権限を持ち合わせていないことが残念でならないがね。お粗末。極星寮寮母大御堂文雄殿、少々お待ちを。牛も豚も1グラムすらなかったはずだ。どんな手品だいこの肉厚ハンバーグは。これはサバの缶詰を使ったサババーグだ。サバ缶だって。卵に玉ねぎにパン粉、そして汁を軽く切ったサバをほぐし混ぜて塩コショウを加える。それを焼き上げればふわふわのサババーグができるんだ。さらにサバ缶の汁にポン酢を合わせ、水溶き片栗粉でとろみをつけるとさっぱり風味のお手軽ソースに。名付けて雪平印のあり合わせサババーグ定食。お上がりよ。何をバカな。サバ缶のハンバーグなんか生臭くて食えたものじゃ。ハン、肉を使ってると言われたら信じてしまいそうな肉厚感、かつふわりとした見事な焼き上がり。じゃあこっちの卵スープは。なんだいこれは。スープの味は出汁の質によって決まると言っていい。このかぐわしい風味、上質な出汁が引かれている証拠だ。あんた一体どうやってこれを。昆布も鰹節も出汁を取れるものなんてなかったはずだ。それについてはちょうど手持ちがあったんでね。スルメ、それで出汁を取ったっていうのかい。乾物であるスルメは旨味成分の塊。熱湯にしばらく浸して塩で味を整えればしっかりとした出汁が効いた味わい深いスープが完成する。はあ。では続いて雪平くんの品を審査していただきましょう。題して何丼でしょうか。あ、そうだね。名付けて雪平流シャリアピンステーキ丼かな。
ふーん、シャリアピンステーキね。安い肉を玉ねぎで柔らかくしたわけか。でも今の料理の後ではね。確かに英語牛の余韻に浸ったまま帰りたいっす。まあ思ったよりはうまそうな感じですね。いただきますか。け、あんま安物肉でまともな品になるわけ。なんでや、手が止まらへん。肉の柔らかさもさることながら、タレだ。このみじん玉ねぎの特製のタレが実に食欲をそそる。なんだこれは。このコクはステーキを焼いた後のフライパンに投入した赤ワイン。残った肉汁を煮詰め、その汁で玉ねぎを炒めてある。その上、水溶き片栗粉のとろみが肉とご飯に絡んでたまんです。しかも味を整えてるのは焦がし醤油や焦げをも調味料として深い味に。雪倉、シャリアピンステーキに必須の玉ねぎに手を加え、タレを一工夫してきたようだな。だが本当にそれだけか。所詮タレはタレ、私の最高品質の肉の敵じゃねえ。肉もタレもしっかりした味なのに、食えば食うほど腹が減る。確かに無限に食えそうな気がするっす。このほのかな酸味、もしや。そう、その仕掛けは米にある。米？その丼のご飯は手製の練り梅を切り混ぜたさっぱり梅風味飯だ。やはりこの後を引くさっぱり感は梅か。食感ふわふわ、香ばしいステーキ肉、とろみの効いた極上のタレ、そして爽やかな梅風味の飯。それぞれが互いのうまさを高め合っている。かき込まずにはいられない。梅肉、たかがその程度で。多少工夫しようが、一つ一つは安物の食材のはず。ああ、もう食べ終わっちゃったっす。おかわりは？おかわりはできますの？ロティ丼も見事やったけど、より箸が進むんはこっちの丼。なんだと？私のガーリックライスは完食されてない。ああ、ご飯はどうすんだろうって思ってたんだよね。お前が霜降り和牛を使うだろうって小西さんに聞いた時から、和牛のうまさに対抗してご飯まで強くしちまったら当然味は喧嘩する。お前の品は丼のように見えて丼じゃねえ。ドン犬の師匠も言っていたよ、丼はあくまで一碗で完結するんだぜ。